美しい場所だ。俺の知る雪原とは違うが、うん、悪くはない。お前の記憶だな。ああ、いや、言い方が違うな。お前の見てきたどこかの場所だ。ああ、そうだな。雪原は無限の恐ろしさを内包するものではあるが、その実美しさに覆われている。我が愛する大地の姿そのものだ。良いものだぞ。さて、今日はバレンタインデーなる日だと聞いた。皇女殿下や太公望があれこれとな。うん、カルデアというのは親切なものが多いな。というわけだ。くれてやるぞ。空！すごいだろう、すごいだろう、すごいぞ。本物だぞ。迫力に蹴押されているな。まあ仕方あるまい。我が鎧、我が武器と同じダマスク鋼の短剣だ。びっくりしていいぞ。そして感謝していいぞ。それはお前の武器だ。生きるために使え。生きることは戦うことだぞ。お前が道を歩む限り逃げることは許されないだろう。お前はもうそれを知っているな。うん、偉いぞ。俺が偉いというのだから本当に偉いぞ。たとえ幾百万、幾千万、幾億の声が否と叫んでも、俺が一声で全てを消し飛ばしてやる。偉いぞ。お前はよくやっている。だがな、無理に無理を重ねて、重ねすぎて魂が裂けてしまうほどの痛みに耐えられないと感じたならば、いつでもそれで真の像をつけ。ボガトイリとしては失格だが、お前はボガトイリではないからな。行く道をこれと決めているのは立派だが、俺からすれば幼い迷い子に見える。子よ、人の子よ、お前が何を選んでも俺が許す。見るがいい。なんたる荒涼、なんたる虚無。見ているだけで胸が痛んでしまう。心だ、俺の心がこう叫ぶのだ。こんなものが、こんなものが、人類と星のたどり着く先などであってたまるか。そうだろう、マスター。さて、今日はバレンタインデーなる日だと聞いた。
皇女殿下や太公望があれこれとな。うん、カルデアというのは親切なものが多いな。というわけだ、くれてやるぞ。空すごいだろう、すごいだろう、すごいぞ。本物だぞ。迫力に気をされているな。まあ仕方あるまい。我が鎧、我が武器と同じダマスク鋼の短剣だ。びっくりしていいぞ。そして感謝していいぞ。それはお前の武器だ。生きるために使え。生きることは戦うことだぞ。お前が道を歩む限り逃げることは許されないだろう。お前はもうそれを知っているな。うん、偉いぞ。俺が偉いというのだから本当に偉いぞ。たとえ幾百万、幾千万、幾億の声が否と叫んでも、俺が一声で全てを消し飛ばしてやる。偉いぞ。お前はよくやっている。だがな、無理に無理を重ねて、重ねすぎて魂が裂けてしまうほどの痛みに耐えられないと感じたならば、いつでもそれで真の像をつけ。ボガトゥイリとしては失格だが、お前はボガトゥイリではないからな。行く道をこれと決めているのは立派だが、俺からすれば幼い迷い子に見える。子よ、人の子よ、お前が何を選んでも俺が許す。ところで、だな、イアスカヤの様子はどうだ？イアスカヤはイアスカヤだ。ほら、キツネ。いや、ウサギっぽくて桃色の髪をした。あ、違うぞ。違うからな。タマモの方じゃない。タマモに憧れているというか、真似っこをしている方がヤースカヤだ。わかるな？うん、それだ。両方だ。お前はあれだな、ヤースカヤとは親しいというかマスターなのだな。いや、確かめただけだ。そのだな。もし今日あれと会うことがあったらな。これを渡してくれないか？お菓子だ。
ああ、でも人間のそれじゃないからな。あ、よくわかったな。マスターというのはなかなかすごいぞ。獣に甘すぎるものは禁物だからな。だが当世にはそういうものもあるんだそうだ。太公望が教えてくれた。あれは意外というか全く意外じゃないが、頭の周りは早いからな。正解かどうかは置いておくとしても、よし、頼み事は済んだ。基地に戻れマスター。ヤースカヤにそれを渡せ。そして大いに祝祭を楽しめ。いいな。